標を発見しました。これは岩戸台の駅前広場です。これで10体目か。12体まであと少し。って1体ずつとは限らないですよ。またいっぺんに2体だったりして。すごい、ゆかりちゃん、反応2つあります。え、マジ？当たんなくていい。そんなの。シンジはどうした？新垣先輩なら後から合流するってさっき連絡が。理由は聞いてませんけど。後から。心配ねえんじゃねえの。後から来るって言ってんだし。まあね、この前の順平も集合に来なかったからね。あれは仕方ないだろ。もう心配ねえって言ってんの。あれ、天田くんも来てないし。ほら順平呼んできて。この前の罰ね。これ、罰？うわ、マジうぜえ。あ、ガキは寝てる時間だしな。行ってくっか。今回は敵2体だ。とにかく現場に急ごう。前線の顔ぶれは現地で状況を見てから決めることにする。じゃあ行くぞ。うわ、いる。この辺いつも学校行くのに使うし、暴れられるとマジ困るんだけど。なんだか私たちを待ってるみたい。ところで天田はどうした？ああ、なんか部屋にいなかったんすよ。シンジのやつ遅いな。あの、急いだ方がいいと思います。もうすぐ動き出しそうな気配です。仕方ない。突入メンバーはこの中から選ぶことにしよう。決まったらすぐに向かうぞ。
今なら。敵味方を問わない運任せの攻撃、もはや攻撃なのか。さて次は、使うよ。
何も起きませんね。
2体で来られると気分的にしんどいな。今回はストレガを名乗る2名の妨害はなかったでありますね。ナビ役を抑えてるからね、先回りできなくなったのかも。でも無事に終わってよかったよね。結局荒垣先輩間に合わなかったし、あと天田くんも理事長も喜んでましたよ。問題ないので先に帰るそうです。山岸、二人の居場所は？すみません、まだはっきりとは。ひとまずは寮に戻ろう。おい、秋彦、聞いてるのか？今日は10月4日だったな。そうですけど。先に戻っててくれ。俺は二人を探してから戻る。ちょっと先輩、どうしたんだろう。秋彦、